さて、では、7000から8000メートル。ここでは、ですね、二等砲ナビゲートロールを行いません。お。さて、行く手に、あなたたちの行く手にですね、アイスフォールがあります。アイスフォールっていうのは、こう無数の氷の柱が連なって、裂け目がいくつもあるみたいな、なんか凍った滝、氷でできた滝みたいな。はい。そのアイスフォールは、かなり不気味でして、山肌の黒を透かしているのか、あるいは何らかの成分が混じっているのか、ヌラヌラと玉虫色に輝く黒色をしています。加えて、勾配が極めて急なため、どうしても氷壁の垂直倒反が発生してしまいます。ということで、ここではナビゲートロールを行わずに、クライミングロールというものを行います。クライミングロール。クライミングロール。倒反か。倒反で。ちょっとひめちゃんといてね。はい。さて、ではクライミングロールの説明をします。まずクライミングロールは、ピッチ数という、まあ、壁の大きさですね。壁登るときってもう一発で てっぺんまで登ることは無理なんで、途中途中休憩できそうなところを見つけて、あことあことあこで休憩しようって感じで、その幅を、あの休憩地点まで1ピッチ、あの休憩地点が2ピッチって感じで、壁の大きさをピッチ数というもので測ります。で、今回のアイスホールを登り切るには、ピッチ数回数分の投反ドールに成功すると、この崖をやっつけることができたという扱いになります。へぇー。で、一回、投反判定するごとに、クライマーっていう存在とピレイヤーっていう存在を選びます。まあ、この下の左下の表を見たらわかるんですけど、クライマーは登る人で、ピレイヤーっていうのは命綱係です。クライマー、普段はクライマーが登りやすい程度に微妙にたわませる感じでロープを伸ばしていって、ワンチャンクライマーが落ちた時にロープを張って命綱にするっていうのがプレイヤーの仕事です。で、クライマーが投反でロールに成功すると、登山隊全員が1ピッチ1個上に進めます。これは、こう、ピッチから下にロープを垂らして、そのロープを伝って登ってくるからですね。ロープないところ登るのとロープあるところ登るのでは難易度が段違いなんで、一人が登れれば他全員も登れるといった扱いです。で、投反は、2回目を行いますとマイナス 20% の補正。1日で3回行うとマイナス、60% の補正って感じで、20% ずつマイナスがかかっていくんで、あまり同じ日に同じ人が連続で登るのはおすすめしません。で、もしクライマーが、投反判定に失敗した場合、墜落判定というものが発生します。投反ロールに失敗すると墜落が発生して、これですね、墜落、で、ビレイヤーがビレイに成功した場合、ダメージは 1D6 点で済みます。この一番近い視点で止まったってことですね。でもしビレイヤーがビレイに失敗した場合、投反者クライマーは幸運でロールをします。幸運に成功するとダメージは 4D6 で済みます。登り始めた地点までの、その登り始めたピッチのところまで落ちるっていうことですね。もし幸運判定にも失敗した場合、グランドフォール、一番下まで真っ逆さまに落ちます。真っ逆さまに落ちた場合、現在のピッチ数 ×4D6 のダメージを受けます。1ピッチ目を登ってる途中だったら 4D6、 2ピッチ目に登ってる途中だったら 8D6、 3ピッチ目に登ってる途中だと 12D6 のダメージを受けます。終わるわ。ほぼ即死。で、このダメージは跳躍に成功すると 1D6 減らすことができます。で、ビレイの数値は皆さんのチャットパレットにもう入ってます。入ってます。なんで、この辺を見ながら誰がクライマーをやって誰がビレイヤーをやるかを慎重に決定して登ってください。で、今回の、ブラックアイスホール、大きさは2ピッチです。2ピッチ。2回投反に成功するだけでやっつけられます。ちょろいですね。ちょろいですね。ちょろいな。はい。問題ないな。説明はこんな感じ。何か質問ありますか？始める前に、
おとなしの HP 1D3 というか、あの応急手当で回復してもいいでしょうか。あーっとね、手番消費になってしまいますけど。あー、じゃああれか、クライマーやらないんだったらできる。応急手当をした人はクライマーできないって感じ。これって回復はしない判定なんですかね。その、どれ、おとなしさん、その3減ってたのって結構前じゃないですか。あれはコテでぶつけたやつだから。あ、そっか、それは回復はしないのか。また、うん、そうそうそう。あ、なるほどね。この日の日付経過の 2D3 の回復の適用外であっただけで。あ、なるほどなるほど。応急手当だとか、今日のこの日が終わった後の回復では回復しますよ。うんうんうん。あの日だけダメってだけ。あー、よろしい。はい、大丈夫です。ではブラックアイスフォールやっつけていきましょう。まずは天候決定ロール。あ、そうだった。忘れてる。えい、オッケー。おお、ほら、わお、うわ、ナイス。いくぜ。オッケー。いや、な、55は成功するか。では改正無風でして、おとなしさんクリティカルしましたね。うん、はい、しました。明日に限り天候が1段階上のものになります。おー、わー、やったー。明日だけね。明日だけ。はい。では、誰がクライマー、誰がビレイヤーをやりますか？みんなの数値はおいくつ？80。ビレイが？ビレイ。あ、当伴は80。ビレイが64。音なしは当伴80で、ビレイ85。おー。おー、当伴75、ビレイ80。じゃあ、登ろうかな。うんうんうん。うんうんうん。では、クライマーが誰、ビレイヤーは誰ですか？クライマーはメラ。はい。ビレイが、じゃあ、おとなしいきます。はい。では、クライマーは、当伴ロールお願いします。いくぜ！ナイス！ちょろい。ナイス。では、サクサクサクっと1ピッチ目まで登れますね。うん。いや、惚れ惚れする当伴技術だ。さすがだな。すばしっこいね。ちっちゃいからって関係でだろ。言ってないよ。誰もちっちゃいなんて言ってないんですけどね。言わせておけば。でも自分で言っちゃうってことは自覚があるのかな。気にしてんだよ。さて、1ピッチ目までついたわけだ。次は誰がクライマーをする？僕でもいいよ。お、K2 さんはおいくつなんだろう。それはちょっとわかんない。どうだろうな。ビレイ私やってもいいなと思うな。ちなみにビレイは別にあのマイナス入んないんで。うん。うん。繰り返しやってもいいけど、当伴にマイナス60、マイナス20で60になってるから。目玉のブロードがないな。うん。そう。私登ろうか？うん。うん。80だし。いや、75だけど。あ、70か。75、うん、そうね。75だったら。じゃあ、ジョーが登ってもいいんじゃない？そうね。ジョーさん。ビレイ80とかあるんだったら。Y でもビレイ85あるから。まあ、落ちた時考えたら、一番安心するけど。ちなみにここでグランドフォールしたら 8D6 のダメージです。わお。あー、じゃあ、私がビレーすればいい？ 80。どうする？いいよ、どっちでも。ジョー、当伴80だっけ？ 80 あります。あ、じゃあ、登って、ビレーしてもらってでいいんじゃないかな。うん、そうしよう。オッケー、じゃあ、おとなし、ジョーが、当伴。はい。ビレーヤーは誰ですか？ビレーヤーはひなちゃん。あ、ひなちゃん？姫ちゃんがやります。はい。ひなちゃんは私だ。はい。では、クライマーは、当伴ロールお願いします。はい。登るぜ。おー、これ。素晴らしい。では、そうですね。ジョーはサクサクサクっと登っていきまして、このグレートブラックアイスホールをやっつけることができました。お疲れ様です。やったー。よしよしよし。あー、楽勝だね。楽勝楽勝。だから2ピッチよ。何も問題ないな。何も問題ないね。さて。間違えたな。くださいね。さてと、ではあなたたちは、無事にやっつけることができました。うん、うん、いやー、さすがだな。二人ともさすがの同伴技術だった。惚れ惚れするよ。いやー、登山家の私から見てももう褒めちぎりたいくらいの
当伴技術だった。まあ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 。まあ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 。ほが褒めても何も出ないで。いや、ね、本当に、もう、勘弁してほしいわ、バカ野郎。なんで罵倒させた、なんで今罵倒したんだって。いや、そんな、まあ、褒めんでいいですよ。ケイツさん。当然のことしてもらっていいですよ。ケイツさん、これ、照れ隠しですよ。ああ、そうか、なるほどな、なかなか。そう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 。そうそう、穂高さんが、なんかこう、はにかむみたいな、そんな感じです。なるほどなって。いや、私のことはいいから。とりあえず座って。私今日、そうね、手が空いてたから。あなたの手当てもできるわよ。あ、じゃあ、穂高さんにお願いしましょうかね。じゃあ、応急手当て振ります。わーい。しました。2D3 点回復します。わーい、やったー。全回復、6。最大。おー、最大。いやー、あずさちゃんから手当てしてもらったから、おじさん、めっちゃね、やっぱ、あずさちゃんに体力回復してもらうと、やっぱ格別やな。あんまり、ゾウさん、それセクハラ。あ、るわよ。いやー、別にそういうつもりはなかったんやけど。まあ、訴えてもしばらくは捕まらんやろうな。どういうことや。あずさちゃん。ここまで来られへんやろうし。あずさちゃん、私が証人になるよ。え、ちょ、やめて。そのにやけ顔、いただき。うわぁ。証拠写真撮られた。うん。ああ、確かに。そうだな。コージ君がついてこられなかったのは残念だが。僕たちならば、きっと山頂を踏めるさ。そうですね。そうですね。うん、コージーさんの分までちょっと地段だ踏んどきましょう。確かに。彼がここにいたら、それの反応もしてたかもしれないな。さて、じゃあ、そうだな。今日はもう休もうか。同伴した二人も疲労が溜まってるだろうし。うん。寝るか。寝ます。早いなぁ。いや、このコードでそんなスッと寝れるのはある種の才能だな。俺もこんぐらい。早かったら。分まで、2倍。なぁ、うるさいなぁ。早かったら身長伸びるんかなぁ。おやすみ。私今日耳栓作っておいたからみんなどうぞ。あ、ありがとう、あずさちゃん。ついでにあの、ニット帽脳みそのことを、あの、顔でバッて、とりあえずあの、顔、手で押さえときます。いびき収まるように。しぬしぬしぬ、酸欠でしょ。あの、あんまりやつ、空気が一度止まっちゃうから。あ、ほどほどで。いびきでもちょっと静かになったよ。一息止まってないでしょ、うん、まあ大丈夫ならいいわ、うん、よし、耳栓はい、じゃあ耳栓をしてあなたたちは眠りにつくことでしょう。食料を1個減らします。はい、めっちゃ食料余る、すごい、やった。ではあなたたちは夢を見ます。深夜あなたたちは再び夢を見ています。切り立った巨大な漆黒の壁を登っている。よいしょ。すると、足首を掴まれます。下を見下ろすと、そこには腐った肉がへばりついた白骨の登山者が、君を奈落の底へ引きずり下ろそうと首についていた。落ちろ。この山を最初に登るのは、俺だ。白骨が喋る。その声に、そして、白骨がまとっているウェアに、あなたたちは心当たりがあった。全員 1D4 を振ってください。1D4。よいしょ。よいしょ。そうですね。じゃあ順番に行こうか。ですね。待ってね。はい。メラが見た男は、頭がなかったです。頭部のない、白骨の遺体がそれでも声を出している。落ちろ。メラは3チェックが入りますね。どこから喋ってる？失敗する。ああ、これはね、1D10 です。1D10! でっかー。 1D10? 頼むよ。よいしょ。お、少ない。お、低い。よかった。オッケー。よし。よし。
次。姫。姫は4番。ああ、はい。では。姫の足を掴んでいるその遺体、そのウェアに見覚えがある。それはですね、あなたが昔、登山中に亡くした友人のものです。ユキ、あります？ユキ、落ちなさい。この山を登るのは私よ。落ちろ。なんでユキがそんなこと。はい、あなたも3チェックが入ります。成功、1点の減少。夢か。次、音なしは、ほい。ですね。あなたの足を掴んでるのは、第一次登山隊のメンバーなんで。うわ。有田義家ですね。義家があなたの足を掴み、落ちろ。なぜお前だけ、なんでお前だけ登れるんだ。ずるい。落ちろ。この山に登るのは俺だ。落ちろ。と、足を引っ張り、あなたを落とそうとしています。あなたも産地チェックが入りますね。別に、自動失敗してもいいです。いや、産地チェックします。えい。成功した。では1点の減少で済みますね。では、あなたたちは引きずり下ろされまいと必死に登る自分の手が見れば腐り始めていることに気がつきます。肉が剥がれ落ち、白骨が覗いていく。掴んでいた岩肌が骨を砕き、あなたたちは谷底へと落下していった。といったところで全員目が覚めます。どうやって喋ってたんや。あずさと K2 も振っときますね。あずさは1番だから顔がないやつ。はい。1時10。うお。K2 が2番なので第1次登山隊のメンバー。はい。はっ！って言って2人も飛び起きます。なんで？はぁ。どっから喋ってたんや。ユキは、数年前に亡くなったはずなのに。落ち着いて。これはまた多分、高山病の集団的な幻覚、夢よ。だから大丈夫。落ち着いて、とあずさが言ってますね。夢、そうだよね、うん。夢だよね。生態がない人間が喋れるわけないやろ。夢や。はあ、君も顔のないものを見たのか。だが、あれはただ顔がないというだけではない。もっとおぞましい何かが。って言ったらまた、あずさが落ち着いて、ケツ。それはただの夢よ。幻覚よ。改めて言うと、そうだな。で、ケツも言ってますね。大丈夫だ。俺たちは、あいつが生きてるから。夢。ええ、そうね。とりあえず、だが寝直すという気分でもないな。出発の準備を進めようか。はい。そうですね。はい。ではあなたたちはちょっと早いですが、出発の準備を進めることでしょう。そして、ではここで、説明が入りますね。はい。この先、人類生存限界であるデスゾーンに突入します。8000メートルというのが人間が生きられるギリギリの瀬戸際でして、8000メートルを超えると、吸う息よりも吐く息の方が酸素が多くなります。呼吸をするたびに体内の酸素が減っていき、細胞がどんどん死んでいきます。脳細胞とかがガンガン死んでいくわけですね。8000メートル以上で。呼吸。ちょっとしゃがんだだけで、100メートルを全力疾走したぐらいの疲労と息切れを起こします。
なんで、2キロの行、1キロの協定を進むためだけに、20時間とかかけたりする世界です。はぁ。で、ゲーム的にどういう処理になるかと言いますと、はい。今まで、キャンプで停滞していたら、耐久 HP 回復しましたね。はい。それがなくなります。うわぁ。だけではなく、逆に、一日経過するごとに 1D3 点ずつ HP が減少していきます。わ加えて、極高所では天候がすごく不安定になります。これ以降、天候決定の幸運ロールにマイナス 30% がなります。わぁこれは 8000m 以上すべてですね。以上で振る場合は全部マイナス30が入ります。うわメラ君。やば。さて、では、暑さが口を開きますね。ここからは、もう長期の停滞ができないわ。8000メートルを超えると死の領域に突入する。眠ってるだけで体力を消耗していく。人が生きていけない領域。しかも、天候も今まで以上に不安定になるわ。出発のタイミングの見極めには慎重を要する。揃って同じ夢を見た。それもひどい悪夢。医学的に見て、すでに低酸素による幻覚が発生している可能性もある。撤退の判断をするならここかもしれないわよ。と、あずさは言いますね。撤退。ここまで来て、撤退はないでしょ。そうだ。そうやな。ここは悪くない。食料にも体力にもまだ余裕がある。引き返す理由はどこにもないさ。K2 さん K2? ああ、なに。雪がなくなったからか、さらに乾燥がひどくなっているな。ああ。だがま、気にしないでいい。登る分には問題ないさ。それは、本当ですか？無理だけは、せんといてな。当たり前だ。僕はリーダーだ。体調が悪かったらすぐに言うさ。さて、今日の天気を見てみようか。バサ。マイナス30。もう書き換えてありましたあ、ほんとだ。おぉ、すげえ。あれなんか変な感じだね。あ、ごめんなさい。空欄が消えちゃったかもしれない。ちょっと。あらまー、直しました。もう一回打って、開き直して打ってみてください。はい。あ、でも、前回あれか。スペシャル出してるんだっけ。成功。成功。いくぞ。ああ、そうだな。今日は3失敗の猛吹雪です。あれこれ、前回、ジョーさん。ああ、あったね。じゃ1段階上がって強風です。うん、ああ、よかった。よかった、覚えてて。危ねえ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。うわ、すごい風だな。どうする？あ、そう、忘れてました。もう一個。ここ、8000メートルキャンプ地点では、かろうじて HP が1点回復します。ああ。うん、あ、じゃあ、なんか、大変な事態になったら降りるは、結構選択肢にありそう。出発したらもう毎回、毎日 1D3 のマイナス。うんうんうん。出発するまでは大丈夫。どうする？どうする？外はすごい風だが。食料にはまだ余裕があると言えばあるが。装備品を、うん、うん、今、デボした場合って、うん、これ食料ってどこまで減りますか？ですね、装備 B は持ってける食料が、ちょっと待ってください。確か14日分だったかな。うんうん、なので、残りはこの場所に置いていくことになります。なんで、ここまで戻ってくれば回収はできますが。ああ。その、デボした時の恩恵。ここから必要なんじゃないのかなっていう。ちょっと待ってください。装備 B が、なんかもっとでかいやつなかったかな。ちょっと待ってね。あ、用意してみよう。確かにデボ、そろそろ使い時かなと。装備 B になると、登山高度で減る HP、この強風だと 1G3 ですね。これがマイナス1されるのと、登攀ナビゲート跳躍回避にプラス5の修正が乗ります。B にすると。そう、だから、そうね、デポするならこのタイミングかもしれないわね。そうですね。どうだろうな。
でもここの場所に戻ってくるは多分そのありだと思うのね。うん。そのもし危険になったら。うん。うん。だからここでデポが。デポをして登ってみるか。うん、最善じゃないかな。装備 B にしてこの今日進むってことですか？するか。いける。大丈夫か。いけるか。いけると信じよう。OK。うん。では、ちょっと待ってくださいね。7000メートル残地が、残地食料が、14日分まで減るんで、6、7、8日分ですね。8日分この場所に置いて、装備を B に切り替えます。はい。ちょっと待ってね。今切り替えるからね。装備 A を片付けて B を出す。はい。そうだね。そうだな。ここからは、そうだな。体力勝負になる。今ある体力をどれだけ温存するから。うんうん。あら、スピードアタックだ。さあ、気合を入れていこう。よし。バチコイ。では、ナビゲートロール行きましょう。ナビゲートは基礎値から強風で30下がって、装備 B でプラス5上がるんで、都合マイナス25です。なるほど。マイナス。あと、もう一個あるんですけど、工事が抜けました。うん。工事の分の判定を誰かがしなければいけません。なー！あー。マジか。それはね、登山隊が一人減ったから、じゃあ道が短くなりますねってことはないです。確かに。いや、K2 さん。その場合は肩代わりのマイナス補正はありますね。肩代わり。肩代わりしたからマイナスというか、1日に2回以上判定すると疲労が溜まっててマイナスって感じなんで。そういうことか。だから途中で停滞して、今日はやってない人が工事の分やる分には何のマイナスもないです。あ、1日に複数回やるとマイナスが入るって感じですね。じゃあそこであえて停滞するのもありなのか。ただ停滞すると 1D3.HP が減ります。そっか、もう進んだ時点でか。お、うん、難しい。え、ナビゲー、え、進む？どうする？強風だけど。標準に突っ込むならば、誰か一人はマイナス35で判定しなきゃいけないですね。そうですよね。だとしても、クリティカルで強風に抑えられてる、うん、この状態。そう、猛吹雪の時は休んだ方がいいと思うけど、強風、でもピッチ数がどれだけあるかもわかんないしな。グレートブラックホール、ね、今は、いや、9000メートルにグレートブラックホールがあることはわかってます。ああ、うん、ああ、そっかそっか。そのピッチ数は不明です。はあ、ただめちゃくちゃでかいことはわかってます。ああ。ああ。休むっていう選択肢もあんだかな。休んだ方がいい気が。進む？一回挑戦してみよっか。ああ、確かに。うん。行きます、じゃあ。食料にはだいぶ余裕があるからな。うん。うん。それもありだな。ゆっくり。えい。考えながら。うわー！嘘！やば。すごい荒ぶってるな、はい、ファンブル出したり。シメちゃんはサクサクと進めた上に、誰か一人の一回の失敗を成功にできますね、今日。イェイ。それこそ、シメちゃんを信じてました。工事の分補えるかなって思うし。工事の分誰かが代表して失敗しても成功にできますね。オッケー。で、ナビゲートを行ったんで、HP が 1D3-1 点減ります。はい。マイナス1なんで2点ですね。2点。あ、2点か。装備 B でマイナス1されてる。あ、そっかそっか、2点減るのか。はい。うん、さて、次は私ね、変わってくれる？うん。お願い。じゃマイナス25、50%。ほっ！ OK！ おーし！ナイス。風が強いけど、
多分こっちよ。HP が2点減ります。いって。なんとかここまではルードをつなげたわ。あとはお願いね。よし。マイナス25。道はこっちだ。あー、うん、あーあーはい。多分そっちじゃないんじゃないかな。ほんまか？うん。こっちだと思う。確かに、あーこっちっぽいわ。あずさちゃんから教えてもらった技術のおかげだ。いやいや、これは、あなたの、あなたの実力よ。私じゃ気づかなかったもの。キャイキャイ。では、姫の修正により、これは成功になります。はい。次、おとなし。はい。おじさん、やっちゃうぜ。おいこの子の対戦、あ、ごめんなさい、あの、メラ体力消費。1D3 マイナス1。あ、あります。そうだ。まあでも成功判定出てるから、いいね。1D3 の。マイナス1。マイナス1。2。うん。みんな2減ってくれ。みんな2出すじゃん。こっちな気がするけれどもな。よし、こっちで合ってたっぽいな。じゃあ、K2 さん、お願いしますぜ。みんな3だ。みんな2出る。すげえ。ここで最大値引いとくのもね。うん。うん。ああ、じゃあ次は僕の番。K2 さん。はい。突如、K2 が血痰を吐き崩れ落ちます。排泄腫と脳浮腫を併発しているのか、絶え間なく咳をし、息はヒューヒューとか細く、時折血を吐き、意識は朦朧としている。これは、まずいわね。重度の高山病を発症している。これ以上は、命に関わるわ。ケツはうなされるように虚空に向かって何やら言葉を紡いでいる。コウジ、すまない。お前の言う通りなんだ。私は、第一次隊が失敗したと聞いた時に、使命だと思ってしまった。だから、罰が当たったんだ。すまない、一時隊のみんな。許してくれ。ケツはその場に倒れ込んでしまいますね。とにかく、手当てを、うん。やれるだけのことはやってみるけれど、この症状は完全に下ろさないと治りはしないわ。私からの提案がある。ここで撤退しましょう。ケビンはこれ以上は無理よ。そして、ケビンを見捨てることは私にはできない。だから、今回の登山アタックは諦めて、この山を降りましょう。とアドサは言います。誰か何か言いますか？どうする？あずさ、何？K2 を連れて山を降りろ。俺は進む。そう。でも、その場合、この先に私は同行できないわ。再び高山病になったりしたら、誰も治すことができなくなる。それでも、登るというの。あずさちゃん。はい。私、彼がいない人生、考えられないんだ。彼に、命を救われたから。だから、
今ここで降りたら。私は死んだも当然なんだよ。だから、K2 さんのことは、あずさちゃんにお願いしてもいいかな。でも、山頂にはそんな夢のような草は生えてないかもしれないわよ。生えてなくて、そのままあなたも帰ってこれないかもしれない。それでも登るの？約束したんだ。絶対、絶対、登頂して生きて帰るって。だから、もしそんな約束がなかったとしても、これは、賭けなんだよ。この、恐ろしい狂気山脈に、登頂することができたら、彼の不治の病だって、治る確率はゼロじゃないって信じれると思うから。私は、てっぺんを見たい。そう、そうよね。あなたも一流の登山家だものね。そんな気がしてたわ。さて、聞く必要もないかもしれないけど、山岡くんはどうするの？俺は、もう決まってるで。コージーに、俺は登るって言ってここまで来たから。てっぺんの写真撮って帰ってくる。だから俺はこのまま登る。そう。私は一旦7000メートルまで降りるわ。そこであなたたちの帰りを待つ。でも K2 の症状から見て待っていられる時間的猶予はあまりないわ。天候が落ち着いて K2 の体調が小康状態になったら、私は彼を担いで降ろす。無線で連絡を取り合いましょう。うん、そうやな。もし降りる道中でコージ見かけたりしたら、コージも頼むわ。そうね。K2 を担いで帰るのは私一人だけではちょっと厳しいもの。彼にも力を貸してもらいましょう。うん、ひょろひょろなコージーさんでも少しは役に立つかもしれないよ。うん、そんなこと言ってるとまた地団駄踏まれるわよ。まあそのためにあいつはここに来たんや。じゃあご分を。あずさもな。二人とも無事で。はい、ではあずさは K2 を背負い、元来た道を引き返していきます。K2 とあずさはここで隊を外れることになります。結局、俺たち三人だけになっちまった。そうやな。最初から半分になっちゃったね。すまねえな。俺が、てっぺんを、頂上まで行くって、唇を切っちまって。いや、そんなことないよ。君たちに。俺だって、そうか。コージに、格好つけてあんなこと言ったからさ。私だって、ただの、
自己満足だから。みんなそれぞれの信念のために登るって言うんだな。そこに山があるからな。登山家は登らずにはいられないのです。はい、ではメンバーは半分になりましたが、登山は続きます。 K2 の分のナビゲート、誰が振りますか？どうしようあと K2 の分とコージーの分と2回残ってますね。うわ。まあ私とジョーさんで振るしかないんじゃない？ジョーさんでもナビゲート70だから。あ、そっか、ナビゲートあれいくつだったっけ。メラ76よ。76。メラ君に振ってもらった方が。でも多少は、あの人 HP 少ないからさ、1D3 マイナス1減るんですよ、うん、ナビゲートすると。あーそっか。で今回これ以降はあのヒーラーが離脱したんで、マジで回復手段がないです。あーそっか。私7戦まで戻ればアズサがいるんで、そこまで行けば回復できます、うん、なるほど、うん、食料も8日分置いてきてるし、うんうん、食料置いてきたのは 8000m ですね。そっか、8000か。8000に食料があって7000にアズサがいます。これじゃあ体力もあるから、私振らない方がいいか。じゃあ、うん、とりあえず僕一回振った方が、そうだね、そうですね、うん、はい、じゃあでは振ります。マイナス35でどうぞ。う、いやー35。いやーきつい。頼む。おイチクリ、かっこいい。イチクリの、次成功したことにしてもいいな、これ。このタイミングでイチクリは次成功でもいいわ。やったー。よっしゃー。オッケー。じゃあ、ジョーはもう、すごい、なんでしょうね。思いの力ですかね、これはもう完全に。すげえ。恐るべき、どこにそんな力があったのか、恐るべき力でルートを開拓して、二人分一気に推し進めました。すごい。体力消費は 1D3 マイナス1ですね。あ、うわー、はい、やばすぎる。熱い。唇を切ったのは俺だ。かっこいい。俺がここでやらなきゃな。かっこいい。かっこよすぎる。かっこいい。イケオジ。では、9000メートルに到着します。おぉ、すげえ。すげえ。はい。さて。ではですね、あなたたちは9000メートルまで到着しました。ここで、目星をお願いします。目星？はい。目星。よいしょ。目星振りまーす。はい、成功。スペシャル。オッケー。成功。じゃあね、おとなしが、とあるものを見つけます。ボロボロになったアックスですね。アイスアックスです。まあ、これはあなたたちも持ってる装備つか、もう大人さんが左手に持ってるやつですね。ほんとだ。これを岸壁に突き刺して登るためのやつなんですが、どうしたらそんなことになるのか、ひどくボロボロになってますね。あ、これは、アックス。大人さんに聞きたいことがあるんですけど、あなたのライターに刻んでる文字何でしたっけ？ライターに刻んでる文字は、AY。では、同じ文字がこのアックスに刻んでありますね。はぁ、あ。このアックス、AY。有田のなのか。では、あいつ。おとなしさんは目星どうぞ。追跡でもいいよ。あ、目星、あー、追跡がちょっと高いんで、追跡で振ります。うん、足りない。では、2人は、おとなしさんがボロボロのアックスを持って辺りをキョロキョロしてることがわかります。ジョーさん？
どうかしたんですか？何があったんや？こいつを見てくれ。これは、ありだ、俺だ。俺の親友のアックスなんだ。何か手がかりになるものがこの辺にあるかもしれん。どこだ？一次探検隊にいたっていう、親友さんの、一緒に探しますよ。そうだ。頼む。ありがとう。ありだーありだーありだ探していいですか一緒に。では、他二人も目星もしくは追跡をどうぞ。追跡ってどうだったっけ？目星の方が高い。ああ、目星の方が高い。よし！オッケー。ドン！よし！オッケー。では、二人は見つけます。風よけができそうな岩の陰に、一人の死体を。死んだ登山家は衣服などが凍っているが、皮膚や肉が半ば溶けかけており、一部分の骨が露出していた。谷底に見た死体ほどはひどくない。だがやはり、凍死と考えるにはあまりにも不自然な様子だ。足を負傷しているが、行動不能になるほどではない。適切な処置を行えば歩いて降りることは可能そうな傷だ。その遺体の隣にはザックが落ちています。という状況です。そして、まあそうですね、おとなしさんは彼に見覚えがあるでしょうね。有田。有田なのか？有田。遺体は何も答えない。諦めきれなかった。あんた。ありた。すまないな。すぐに助けに来てやれなくて。お前を助けるって約束したのに。ワンゲルの人たちと一緒に山を登ったときに、おとなしありた今来るよ行くよコンビで漫才して、お前がボケて俺がボケて二人でボケて、すげえ周りの雰囲気がしらけたの。でもな、俺はお前と過ごした時間が何よりも楽しかった。お前の信念、意志、山を登る時のまっすぐな心、俺はそんなお前がすごく羨ましかった。すごいと思った。尊敬してた。そんな気持ちでお前はこの山を登ったんだろうな。でも無念だったよな。安心しろ、有田。お前の信念は、必ずや、俺が継いでみせるよ。
はい。彼の隣には彼の持っていた荷物、ザックが落ちているのも目に入るでしょう。開けてみますか？開けてみます。はい。では、おとなしがそのザックを開けると。では、中から手記が出てきます。あ、手記。内容貼りますね。ちょっと待ってね。情報タブに貼ります。よいしょ。第一次団体は山頂を踏むことなく壊滅した。道中未知の生物と遭遇し、襲われ、皆狂気に侵されて死んだ。最後に残った私と、パートナーの二人で何とか登頂を目指すも、大黒壁を登り切ることができず落下。私は足を負傷し、パートナーは背骨を強く打ちつけ行動不能となった。後に続く者のために記す。この先、頂上直下に大黒壁の垂直登攀が待ち構えている。大黒壁は黒い岩原と氷壁が途切れ途切れに現れるミックス体だ。ここからが要点だ。大黒壁登攀の際に岩肌を傷つけてはならない。岩肌を傷つけると、粘性の高い石油のような液体が染み出してくる。この液体は金属を腐食し、肌を溶かすため、登攀が極めて困難となる。当然、ハーケンは打ち込めないし、愛禅を吐いて岩を踏むこともできない。私はこれに気づかず、愛禅とピッケル、そして指のことごとくをダメにした。この壁を登るには、氷がへばりついている場所を慎重に選びながら進むか、ピッケルとアイゼンを捨て、フリークライミングで進むしかないだろう。私は足を引きずって降りることもできたはずだ。なのに、なぜかこの場所から動くことができない。山頂から目が離せないのだ。このままでは私も仲間をここで朽ち果ててしまう。今の満身創痍の体で登頂は無理だ。ならば、せめて動ける私だけでも降りなければ。しかし、なぜだ。私はどうしてもここから降りることができない。その次のページに、友よと書かれたページがあります。読みます？もちろん、読みます。では、ここは、おなしさんに読んでいただきましょう。友よ、きっと俺を見つけ、あの山の頂を目指す我が友おとなし。何かあったらすぐに助けてやるよと言うてくれたやろ。その言葉がどんなに心強かったことかわかるやろか。ありがとうな。そしてすまんな。間に合わなかったみたいや。勘違いするなよ。後悔もするなよ。お前が遅れたらからちゃうんや。俺の根性が足りんかっただけや。ああ。お前が今すぐにあの山を諦めて引き返してくれれば、どれだけええことか。だがな、おとなし、は知ってるで。最高の登山家であるお前が、そんな選択を取るわけがあらへん。だから覚悟して向かってくれ。そして願わくば、お前がこの山を制覇してくれんことを。追伸。山でタバコには体に悪いで、気ぃつけや。有田義家。以上です。バカ野郎。最後まで。登山終わった後に、吸う一服が、うめえからやめられねえんじゃねえか。手記を持って有田の髪の毛をちょっと取って遺品として持ち帰りたいと思います。はい、それは十分できるでしょう。ありがとう、友よ。お前の意志は俺が受け継ぐ。
涙はもういらない。涙はすでに枯れてるんだ。登ろう、この山を、このブラックウォールを。せやな、お茶の親友見つかってよかったな。うん。ああ、そう、ありがとうな、二人とも見つけてくれて。うん、全部おっちゃんがやったことだね。あー、まあな、おっちゃんすごいからな。うん。うん、おっちゃんやっぱこう見えてね、やっぱ場数踏んでるだけのことあるから。おっちゃんはすごい。おっちゃんすごいね。立派や。立派や、そうや。立派なんや。タコワサ食べるか？アーメちゃんいるか？両方もらっとく。お、よし。はい。では、あなたたちはもう遅いこともあり、今日はこの場でキャンプを張り、明日から、グレートブラックホールの攻略に取り掛かることになります。ちょっと待ってくださいね。靴をしまって。では、食料が一つ減り、体力が 1D3 点減少します。1えい。あ、よいしょ。メインで振ってください。あ。あ、ごめんなさい。よい。うん、1。全員1だ。強い。はい。では、そうですね。今日中に話したいこと、ロールプレイしたいこととかはありますか？なんか、この場も、だいぶ静かになったな。そうだね。そういえば、その、メラ君は、なんで、もともとは、登山隊に入ったんだっけ？今はコージーさんが、みたいな言ってたけど。それは、あれや。姫さんが、伝説の山、頂上に草があるっていうから。あ、そっか、しかも私か。誰も登ったことない山やし。うん。まあ、登るんやったら、まあ、その姿も収めつつ、てっぺんがこんなんやぞっていうのを、まあ、撮りたかったから、来たって感じやな。うん。うんうん。いや、改めてみんなの目標を聞いとこうと思ってさ。うん。ああ、なるほど。今ではだいぶ変わったけどな。うん。まあ、登ることには変わらんわ。そうだね。まあ、ジョーさんは、この親友の、有田さんの、気持ちを、引き継いで、ね、てっぺん目指すってことですもんね。ああ。まあ、しゃあないよな。あいつの夢やからな。うん、夢は継がなあかんもんやから。まあなんかそれっぽいこと言うたけど、まあ、そんなかっこいいもんちゃうよ。そんなよかったで、おっちゃん。ねえ。いやー、ほんま、君らが追ってくれてよかったわ。うん、俺一人やったら無理やったやろうな。それはこっちにも言える話やで。そうだよ。みんなおらんかったら。そうだね。6人か。いなかったら無理だったよね。うん。ああ。あの3人の分も、有田のおっちゃんの分も、俺たちが頑張ろう。うんうん。せやな。せやけどな、俺一つ気になんねんな。なんか、あいつの手記見て、未知の生物と遭遇して、襲われて、みんな狂気に侵されて死んだっていう風にあいつ書いてんねんな。うん。うん。未知の生物。未知の生物ってなんなんやろうな。確かに。
やっぱりその未知の生物っていうのが、うん、あのウロで見つけた死体の山と関係してんのかな。ああ、あいつらがなんか食べてるとかそんな感じなんかな、もしかしたら。でもその手記さっき少し読ませてもらいましたけど、うん、なんか壁を傷つけてはいけないって、うん、ってことはこの山自体が生きてるみたいなこと前言ってたじゃないですか。ああ、それなんか冗談じゃなくなってきてるんじゃないかなとか思ったり。そんな感じもするよな。まさか、まさか、あいつの古代表現やろって言いたいけども書いて残してるわしけやしな。うん、用心するに越したことないと思うで。そうだね。まあ今日は冷えてきてるし寝た方がいいかな。明日に備えてやな。うん、ああよし、ほな寝るか。おやすみなさい。おやすみ。はいや、あずさちゃんからもらった耳栓して寝よう。俺それもらってない。あら、バイバイ。はい、ではあなたたちは、まあ体は休まらないんですけど、少しでも体力の消耗を抑えるためにじっとして朝が来るのを待つことでしょう。ではグレートブラックホールの前にもう一回休憩挟んどきますか。はい、そうですね、挟んどきましょう、はい、次が後半のクライマックスですね。はい。